グリーンフラッシュもいいですね。じゃグリーンフラッシュ歌っちゃいます。どこ押せばいいんだろう。ここか。今コメント欄見えてないのでコメントしてもちょっと見えないです。はいはいはい、あった。ちょっとねカズさんのが分かったらね教えてください。
次次、あと5分だ。何でしょう、あ、そう、カズさんなんて言ってたんだろう早かれ、やっぱ私早かれだと思いました。ライブの定番の曲になってね、嬉しいです。はいはいはい、はい、さーせーの、太陽を急がせろ、ロマンスが始まるよ、雨が雲が梅雨が明けたらこっちのもの早送りカレンダー、街角のカフェのテラス、パラソルやっと開いて、待ち望んでいた夏が近づいてくる、天国に一番近いあの海へ誘っていたい、今年こそ二人きりで泳ごう、ノースリーブ着替えた頃に僕が君を迎えに行くよ、さあせーの、青空を連れてこい、もう恋の真っ最中、眩しい月の背に叶えたらためらってる時間がないよ、すぐにキスしよう、めざい好きだ、もう大好きだ、この気持ち伝えたい、一つ前に踏み入れたけなんだ、僕の負け早送りされんだ、二度歌う時間線じわりじわりと、なんだか強くなって袖をまくった分だけあったかやけるよ、この街を脱出したら砂浜で見つめていかい、夕暮れがやってくるまで眠るを、どんな水に着替えるのかな、でも誰にも見せたくないよ、さあせーの、南風吹いてくれ、胸の奥ざわざわと、あぶしあ、ごめんなさい、また間違えちゃった、またおとなしい迎えてる余裕、また間違えちゃった、ごめんなさい、おうて僕も好きか大好きか、そんなこと聞けないよ、夏はきっとこの先に期待して、準備中、情熱は誰んだ、2番さあ、なかなか普段歌わないので、あ、ミクも2番のダンス好き青空を連れてこい、もうもう恋の真っ最中、眩しい木々の蝉が鳴いたらためらってる時間はないよ、すぐにキスしよう、君が好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち
曲として歌って終わろうかな。あ、カレンダー届いたみたいで嬉しい。綺麗に撮っていただきました、お世話になっているカメラマンさんに。はい、そうですね、何にしようかな。あれ、こっちか。何にしようかな。これにしようと。これを歌って終わりますね。僕が君を初めて意識したのは去年の6月夏の服に着替えた頃、転がってきたボールを無視してたら僕が拾うまでコーチを見て待っていた。透明人間そう呼ばれてた。僕の存在気づいてくれた。光が差してグラウンドの上僕にちゃんと影ができた。いつの日からか孤独に慣れていたけど僕が拒否してたこの世界は美しい。こんなに誰かを恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと。未来はいつだって新たなときめきと出会いの場。君の名前はきっともっと今知った。わざと遠い場所から君を眺めた。だけど時々その姿を見失った。24時間心が空っぽで僕は一人では生きられなくなったんだ。孤独より居心地がいい愛のそばで幸せを感じた。人の胸に逃げ込み紛れてても人生の意味を誰も教えてくれないだろう。悲しみの雨打たれて足元切なくなる恋ってあるんだね。キラキラと輝いている同じ今日だって僕らの足跡は続いている。君の名前は希望と今知った。もし君
はい、終わろうとカラオケ終わりと、よいしょ、ということでショールームはカラオケ配信として始めたので、ここら辺で結構長く配信したとしましたよね。終わりたいと思います。じゃあね、久々に10歳からランキングを読ませていただきます。10歳のドアのぼうさん、12位ミクタン、11位リョウチン、10位ミクティアン、9位エジアナオチョ、8位はナニナマ、7位ジジリンモ、6位シュウ、5位はミズッチ、4位サスケ、3位コウスセキ、2位アオン、あナオン TikTok もありがとうね、嬉しかった。1位はカズ、皆様ありがとう。 TikTok もね、そしてショールームも来てくださって、あのギフトも投げてくださった方、本当にありがとうございました。はい、ということで、あのたくさん寝てくださいお疲れ様でした。またね、元気でね、バイバーイ。